皆さんこんにちは、清水真奈です。浅田義和です。最初にこの作品に出演するって聞いた時に、これを自分が踊るのかっていう衝撃と、なんか不安ととかいろいろあって、ベンさんがその指導に来てくれて、本当こと細かくこのバランシン特有のステップとかを教えていただけて、まあ、最初はもうバランシン そのステップを体に入れるっていうことにすごく苦戦して、音楽と振り付けとその体力ととかっていろいろ大変な時期もあったんですけど、トリプルビル一番手にふさわしい、すごく爽快感のある作品かな。ベンさんにもこの作品を踊れたらもうこれから先何でも乗り越えられるよみたいなのをそう言われたりもしてたので、なんかこの作品に負けずにというか、本番ギリギリまで挑戦して、本番はハッピーに踊れたらいいなと思うので、そのなんかエネルギーみたいなのを感じていただけたらなと思います。ね、全て喋ってくださいましたけれども、そうですね、僕は個人的にはバランシンの作品というのはすごく好きな作品の一つで、この作品はもちろん僕も初めてなんですけれども、やっぱかっこいいな、バランシンいいなっていうのはすごく思いましたし、作品を、しっかり指導していただきながら自分が踊れるっていうのは本当にすごい貴重な経験だと思ってます。素敵なパートナーにも恵まれて、あと1週間ですけれども最後まで頑張っていきたいと思ってます。東京シティバレエ団トリプルビル2023、ぜひ劇場へ足を運んでください。待ってます。待ってます。